初日二日と一番車で、前受けからの突っ張り先行でした。この決勝戦、どう戦っていきますか。は、しっかり自分の力を出せるように戦っていきたいと思います。同期の高本選手、そして新海選手にもラインができます。この辺り、どんなレースになりそうですか。まあ、意識しすぎると、小さいレースになってしまうと思うので、自分の力を出せるように頑張ります。あの、えと、新海さんと、まあ、中野くんが、まあ、ライン組んだんで、まあ。 まあ短期がいなくなったんで、ちょっとやりやすくなったのかなと思います。うん、<laughs> そうですね、番手がやっぱり、自力選手ついてるんで、あんま、前に出させたくなないいかなとは思っています、ねはい、中野君と上原さん、ついてくれるっていうことなんで、まあ、もちろん僕にも勝負権があるような、まあ、後ろにも勝負権があるような、な、まあ、何でもありのレースで頑張りたいと思ってます。 そうですね、まあ、厚みあるんですけど、まあ、今回2人とも、高本君と大川君はとてもスピードがある選手なんで、まあ、やっぱ行くとこで、まあ、早めには前には1回出ておきたいなっていうふうには思ってますね結構、番手戦、好きですか嫌いいでではないです西日本はラインが3者と長くなりましたが、どんなレースになりそうですかまあ、流れ3分線なんで、流れに沿って、出たとこ勝負って感じと思います。はい いや若い子が多いんでやっぱりもう、うん、入れ替わり立ち替わりがすごいかなと思いますね。まあ高本君にしっかりついて、えー、ゴール前いい勝負ができるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。大川選手の印象っていうのはいかがですか。まあもちろん今回一番点数持ってるし。 うんまあ、昨日も、まあ、あの別ラインとして走りましたけど落ち着いて走ってるしうん、まあ、任せて安心かなと思います、はい、西のみが三者となりましたがこのライン三者になったことによってレースってちょっと変わりそうですかうんそうですねまあ三者の,の厚みは大きいと思いますし、えー、新海君も、ね、積極的に行ってくれると思うんでまあ前2人に期待して僕はもうじーっとついていくだけです。 え3万点になりますけど、核、え、税、ー、版に乗れるよう一生懸命ついていきますので、応援よろしくお願いします。